はい、2016年ズルトレ、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になった。世界バイナリーオプションスペシャリストの濱陽先生です。1億円近く投資をしておりました。2017年は世界第2位でした。現在あれからね、調整中で稼いではおりませんけれども、インジケーターの、開発でね、かなり時間を取っておりますけれども、大体、今1日平均数千円ですね、1000円2000円稼ぐような感じのインジケーターができております。平均でね、一日中投資してね、どのぐらいかな、50本ぐらい投資してるんでしょうかね、一日ね。それで一日の利益が数千円ですね、というような平均でそんな感じじゃないかと。今週も土曜日になります。もうすぐ土曜日になっちゃいました。こちらですね。こちら時間が2時31分、10月6日ですね。で、4台のパソコンを使ってまして、こちらが成績なんですけども、2時、もうすぐ終わりですね。7400円の利益ですね。だから2400円、1日通して2400円の利益となりました。月曜日から投資しましてね、そんな感じです。2万ぐらい稼いでも落ちておりまして、数千になっちゃってます、利益はね。そんなことで1日平均でだいたい1、2000円の利益ということですね。50回ぐらい投資してるんでしょうかね。ちょっと 70% から 80% にね、設定値変えたんで、どうなのか分かんないけど、ちょっと取引数が落ちましたけども、80% の方がいいんじゃないかなというようなことで、あんまり上げすぎてもね、ダメなんですよね。で、これがね、このインジケーターなんですけども、常時ね、勝率の、指定の勝率とですね、投資数1個以上、これ、通貨国、これ2つ出てますでしょ。場合は取引するように、全体の通貨国がね、たくさん多く稼ぐのがあるときは、勝率がいいんですね。で、そういう機能が入ってます。これ1個だけで見てます。全部で見てます。通貨国ね。そういう分析方法に、改良していきました。で、まあ、80% 以上。モード1というのはね、方向に対して、同じにたくさん投資しないということですね。で、マイナス15っていうのは、ぴっかりね、決算させる方式ですね。00、05分、10分、15分、20分とね。そういう方法です。15分後に、計算するんじゃなくて、指定通りですね、ぴったり。で、このインジケーターですね、今までのインジケーターと全然違いまして、まだ公開してませんしね、ちょっとこれは売ることはできないと思います。お金をあげる汚職になるかもしれないんでね、ある程度手を加えないと、で、稼ぐような感じのインジケーターじゃないと販売できません。で、稼げるというね。これもそのままですね。まあ、これで1日平均数千稼げればいいんじゃないかなって。
ピークだ、ほんと1万円以上稼いでるんですね。これボロンスだから5000円からだから2400円しか稼げてないわけですね。な、新しいインジケーターね。こちらも5分で稼いでますけど、5750円ですね、1日やって。5分バイナリーのあのインジケーターね。同じような携帯ですね。新しいやつですけど。設定値はちょっと違います。5個アウトにしてますからね。こっち10個やってます。あ、そんなことで。5分足もいいような感じするんだけど、ちょっとこれ不安ですね。マイナス、1万円ぐらいっていう時ありましたから、総合的にちょっと利益がタイぐらいなんですね。だからちょっと、問題があるんじゃないかなと思うんですね。これまだ、設定が、どうなんでしょうね。このインジケーターなんだけどね。ね、このインジケーターなんだけど、これは 70% でやってたのか。ね。70% の5個以上ですね。比率は1対2倍にしてんだな。これは同じなんだな。あの15分足とね。こちらと同じだ。うん。ほぼ似てるんだけど、幅が違うんでね、5個にして、これ10個ですからね、平均以上にしてますから。これで毎日シグナル通りに打っていけばいいわけですね。これはデモですから、自動売買してます。ライブでは禁止になってますからね。80% だと2個しか出ないんですね。 70% だと4個以上でね、取引させてましたけど、どうなんでしょう。